熱帯高観測衛星は、アメリカと日本の共同人工衛星ミッション、及びその人工衛星の名前である。1997年11月に打ち上げられ、設計寿命の3年を遥かに超えて運用が継続されていたが、2015年4月に運用を終了し、同年6月に大気検査突入し消滅した。 TRMM 衛星は1997年11月28日に日本の種子島宇宙センターより H2 ロケット6号機により打ち上げられ太陽非同機巡回機軌道に投入された。観測域は熱帯域に限られているが海洋学、気象学にとって重要な地球規模の観測データを提供し塩素の気候解明などに貢献した。 衛星の設計寿命は3年であったが、その後も不具合なく、運用を継続し、NASA の運用の下で順調に観測を続けていた。運用の期間は、n o a の要望等もあり運用延長の決定を何度も重ね、一時は2015年9月末まで運用されることになっていた。1997年の運用開始から数えると10年以上に、渡り安定した観測が行われた。 長時間スケールの減少を捉えたことや、そのデータが地球規模であることから、得られたデータの解析で地球の気候変動の解明が進むことが期待される。日米合同ミッションである TRMM 衛星による航雨観測の成功を受けて、2014年2月28日には、後継機の全球航水観測計画の GPM 主衛星が打ち上げられた。 TRMM 衛星の寿命までは2機での同時観測も行われるとされた。その後、観測可能な高度を下回ったことから2015年4月に運用を終了した。TRMM にはアメリカが開発した衛星本体にアメリカの4つの観測センサーと日本が開発した抗ウレーダーが搭載された。プリシピテーションレーダーは日本が世界に先駆けて開発した。 衛星搭載型降雨観測レーダーであり、通信総合研究所となす a によって開発された。13.796GHz と 13.802GHz という2つの周波数の電波を送受信して、降雨からの散乱強度を測定し、その散乱の強さから降雨強度が推定されている。 観測幅は 220km、距離分解能は 250m、水平分解能は 4.3km で、海洋及び陸域上の交雨の3次元構造を観測する。ビーム幅は0.71度、海口は 2.1mx2.1m、スキャン角はプラスマイナス17度、ゲインはイコール47.4デシュベル。ピーク電力700ワット、 パルス幅1.6秒、X2 チャンネル、PR 回 2776Hz。真下を含めた49方向の角度ビン。TRMM マイクロウェーブイメージャーはマイクロ波、観測装置で、観測周波数は 10.65GHz、19.35GHz、213GHz、37.0GHz 21、85.5GHz。 観測幅は 760km、水平分解能は 4km から 38km で、ある。TMI によって、海洋上の温水量、下降水量、海面水温、海上風速が観測される。49度のコニカルスキャン。電力 39W。ビジブルインフラレットスキャナーは、下肢、赤外域の放射系であり、 観測波長は0.63プラスマイナス0.1メートル、1.61プラスマイナス0.06メートル、3.75プラスマイナス0.38メートル、10.8プラスマイナス1.0メートル、12.0プラスマイナス1.0、スキャン角はプラスマイナス45度、観測幅は720キロメートル、水平分解能は2キロメートルである。ビシュから、 高解像度の雲分布、海面水温などが観測される。回転速度は9 8 2は r p m アイホフは6.02マラット、電力 53W。クラウズザース、エスレディアントエネルギーシステムは0.3から50メートルの3つの高域体観測バンドで観測する、水平分解能 25km の放射系で、地球放射エネルギー及び雲の上端を含む、 大気上層から地表面までの大気放射エネルギーを観測する。短波チャンネル0 3メートル5メートル長波チャンネル8メートルから1 2メートル全波長チャンネル0 3メートル5 0メートル電力 47W。ライトニングイメージングセンサーは雲内部。 雲から地表までの高度の雷の分布や変化を観測する観測幅6 0 0トル、水平分解能4トルの光学センサである。観測バンド0 7 7 7 6 5 5ル、観測幅6 0 0トル、電力 42W。その後も何度もミッションの継続が行われた。2014年7月8日。 NASA は TRMM の推進剤タンクの圧力計の数値から TRMM の推進剤がほぼ切れたと公表した。今後は運用高度である 402km の軌道維持制御を終了し、待機抵抗により徐々に高度が低下していく。少量の推進剤がまだ残っているものの、これはスペースデブリとの衝突を回避するために温存し、 衛星が安全に降下できるようにする。2014年10月5日に、高洞枝の観測範囲の加減である 392.5km に達したため高洞枝の後期運用は終了した。TRMM の運用は高度 335km まで下がると予測される2015年の4月で終了する予定。太陽活動の状況によっては時期は変動するが、 95%の確率で2016年5月から2017年11月までの間に再突入する予定で、この時点では2016年11月になると予測されていた。しかし運用終了の2ヶ月後には、NASA は2015年6月16日頃に再突入する見込みであることを発表した。実際に日本時間の6月16日昼過ぎに、 インド洋上空で再突入したと発表された。制御できないまま TRMM が落下するリスクは NASA が容認するリスクの2倍の1、5000であるが、このリスクは制御不能状態で2011年に落下した衛星よりは低い。燃料が尽きた状態での衛星の重量は 2621kg。TRMM ミッションセットデータベース。NASAGSFC。 h t t p m s d b g s f c n a s h a g o v m i s s i o n d a p h p ミッションイコール TRMM2014 年2月11日閲覧 TRMM データユーザーズハンドブック n a s a 2 0 1 8年12月24日閲覧17年間を観測し続けた長生き衛星 trmm に、運用終了の兆候。レスポンス。http://response.jp://article/2014/08/17/230163.html2014 ht 年9月28日閲覧。熱帯航空観測衛星の運用終了について、文部科学省。 j a x a h t t p w w w m e x t g o j p b メニュー、審議、記事2、記事<ッ> <ress ure> 2、059、資料、iXFiles、アフィールドファイル、2015、02、02、135万4769、3、pdf2015 年2月8日閲覧。NASA レインホールサテライトアウトオブフュエル。 バッドコンティニューズ2プロバイドデータ。NASA、httpww.NASA.gov、コンテント、ゴダード、NASA レインフォールサテライトアウトオブフュエル、バッドコンティニューズ2プロバイド、データ、インデックス、html2014 年9月28日、閲覧。熱帯高雨観測衛星、TRMM、近日大気圏に再突入へ、地表落下の恐れはわずか。 sorae.jp 2015年6月14日閲覧熱帯降雨観測衛星 TRMM 大気圏に再突入地上への被害は報告されず sorae.jp 2015年6月20日閲覧レインフォールリサーチサテライトビギンズディセントフロムオービット spaceflightnow.com http://spaceflightnow.com スラッシュニューススラッシュ n1408 スラッシュ 15drmm スラッシュ、MM、2014年9月28日閲覧 h t t p s, <ッ> <S, <ッ> <S <avez 的> w w w e o r c j a c a j p t r m m d o c u m e n t t e x t h a n d b o o k e p d f ありがとうございます。<ッ> <ué>